ジョーカーという映画を先日見まして、っていうのもこの先日ゲストに来てくれた高橋俊介くんにおすすめをしてもらって、まあ、ジョーカーは見とくべきみたいなのを言ってもらったんで、あ、ジョーカーぜひじゃあ見ようかと思いまして、まあ、オンデマンドでレンタルをして見たんですけども、まあまあ感想としましては、まあ、全部見たんですよ。結構珍しいことで、これは映画まるまる一本見る集中力があんまりない人間なんで、1時間半ぐらい2時間ぐらいの映画やったんですけど、もう我慢して座って見たんですよ。ではなかなか面白いなぁと思って、映画どれもそうなんですよ。僕見る集中力がないのと、でなんかあと感情移入しすぎて後でしんどくなるっていう、なんかいろんな理由があって映画を見ないんですけど、こう見るとやっぱハマるんですよね。あ、面白い映画やなぁと思って、あえてこうネタバレ的なことはしないですけど、まあ、アーサーという主人公がこうジョーカーという悪役になっていくまでの過程を描いた映画で、見終わってからいろいろこう調べたんですよ。いろいろ調べたら、そのジョーカーって結構いろんな二次創作みたいなのがされてて、その監督による解釈でこういろんなストーリーがあるみたいな。で、僕が見させてもらったのは2019年公開のジョーカーなんですけど、まあ、アーサーという主人公で、で、あ、この恵まれない環境に育った障害を持った、男の子がですね、こう一人の悪役になっていくまでの過程を描いた映画で、ほんとこう壮絶ないろんな出来事があって、で、最後かな、後半に出てくるお金持ちの家の男の子が出てくるんですけど、その子が調べたら後のバットマンなんですよね。なんかそういうのをもう多分バットマン知ってたら面白かったんやろなぁとか思いつつ、名前が多分一緒なんでバットマン知ってたらこれは面白いんやろなぁと思って、なんかこの二人が後にどう絡むのかみたいなストーリーで、バットマンもまた見たくなりましたね。まあ、時間があればまた見てみようと思います。で、僕一番こうゾワッとしたのは、一応スリラーホラー作品にカテゴライズされてたんで、ゾワッとするシーンもなんか一箇所僕はあって、同じマンションに住んでるシングルマザーとなんか恋人関係みたいになってる描写があったんですけど、後々になってそれが幻覚だった、アーサーの妄想だったみたいなのがわかるシーンがあって、僕そこが一番ジョーカーの中ではこうゾワッとしました。あそこがなんか僕の中での作品の山というか、そのアーサーの中の狂気みたいなのが長い振りを使って表現されてたシーンなんで、あそこで僕はゾワッとしましたね。で、シュン君に言われてたのが、古いもの好きの僕に、で僕現役の古着屋なんですけども、その古着的視点とかカルチャー的な視点で感想を言ってもらえたら嬉しいなみたいなのを言ってもらったんで、なんかこういくつかまとめてみたんですけども、まず古着のことに関しては、あれ架空の都市なんですよね。架空の都市であるのと、年代が、舞台が81年を舞台にしてるらしいんですよ。で、81年といえば、まあ、80年代の前半、70年代のカルチャーも少し残りつつ、新しいカルチャーに移り変わってた時期。まあでも、ほとんど70年代やと思うんですよ。80ってなるともう完全にカレッジファッションとか DC ブランドファッションみたいなのが流行ってたと思うんで、で、かといって70年代ってなると僕そんなに強くはないんですけど、
60年代のヒッピーブームをちょっと引きずったような人らのファッションが多かったりとか、あとは少しトラッドなイメージと、パンツの裾が広いなっていうのがもう僕の持ってる先入観なんですけども、途中で出てきたこの、途中というかまあ最初の方ですね、不良集団が出てくるんですよ。やっぱ不良っていうのは、あのファッションの世界では、大体こう、不良のファッションを見ればトレンドがわかるって言われるぐらい、まあおしゃれなんですよ、不良って。で、最初にこう不良が出てきたんで見たんですけど、まあ、引きずってるのは70年代かな、みたいなイメージを持ちました。で、一個苦言を呈すとすれば、当時、70年代の中期ぐらいですね。はっきりした年代覚えてないんですけども、アディダスっていうブランドが、アディダスってずっとそれまでフランスのベンテックスっていう工場で、いろんな商品を作ってたんですよ。で、未だにそのベンテックス社の商品っていうのは質が高いのと、今はもうヴィンテージ化してるっていうので値段が上がってきてたりするんですけども、そのベンテックスが撤退した後に、西ドイツに工場を移して ATP 表記の、アイテムが結構出てくるんですよ。で、この ATP、西ドイツの ATP ってなると、なんかちょっと派手な配色のものが多かったりとか、生地感が今のジャージとはちょっと違うようなポリエステルの多い硬い、洗ったらね、めちゃくちゃ縮むんですよ、あの年代のジャージって。っていうのがあったりとかしたんですけども、配色に関してはジョーカーの中であの年代に流行った配色みたいなものが表現されてました。ストライプがマルチになってたりとかしたんですけども、素材感それじゃないやろってちょっと思いましたね。やっぱ架空の都市を舞台にしてるんで、なんかそんなにファッションで言うとそんなに力を入れて衣装提供はしてないのかなっていうイメージを持ちましたね。だから古着のことに関してジョーカーで語れることはあまりなかったと思います。で、カルチャーのことに関して言うと、まず定番というか、今の年代になって古いものを、古い時代背景を舞台にしようとした作品を作るときによく使われるアイテムっていうのが一個あって、っていうのがフォルクスワーゲンのビートルなんですよ。ビートルってあまり年代によって形が変わらなかったりとか、もうビートルはビートルっていうイメージがみんなあると思うんですよ。で、まあジョーカーも、まあ、ビートルが登場しまして、ああ守りに入ってんなとはちょっと思ったんですけど、その裏舞台の作り方みたいなのことに関しては、ストーリーを作るじゃなくて、その、カルチャーを表現する舞台、まあ、ロケセットみたいなのを作る部分に関しては、ちょっと守りに入ってるなと思いました。ただ一個僕興奮したのが、マスタングが走ってたんですよ。フォードのマスタングっていう車があるんですけども、だいたいこれは60、70年代、に流行った車で、まあ、アメリカの旧車といえば、まあ、カマロかマスタングか、みたいな。まあ、ちょっと派生系でサンダーバードとかもあるんですけども、マスタングやなぁと思って。で、マスタングの、単色カラーの、何色やったっけな、でも単色やったの覚えてるんですよ。茶色だったか紺だったか覚えてないんですけど、あ、マスタングやと思って、そこに興奮しました。結構ね、形状が独特というか、60年代あたりの車ってカクカクした形のものが多くて、日本でも、3代目のスカイラインがその時代なんですけども、日産スカイラインですね。3代目のスカイラインはだいたい60年代、70年代ぐらい、いや60年代ですね、なんですけども、ハコスカっていう名前が、あだ名がつくぐらいカクカクなんですよ。で、そのマスタングっていうのは結構、フロントは角張ってるんですけども、リアの方がですね、結構丸みを帯びてるというか、独特なお尻の形をしてて、ブタケツとかよく言われるんですけども、この
独特のブタケツのフォルムっていうのは、まあ、旧車好きを興奮させますよね。まあ、スタングやと思って。ちなみに日本でもね、3代目のスカイラインは先ほど箱スカって言いましたけど、4代目のスカイラインっていうのはケンメリって呼ばれてまして、まあ、これは別に、その新しいスカイラインの CM に出てた、モデルさんの名前がケンさんとメリーさんやったからケンメリって言われてるだけなんですけど、ケンメリはね、ブタケツなんですよ。ケンメリはね、もう箱スカと全然違う形のブタケツになってまして。で、フォーマットがなんか確か、ケンメリと同じフォーマットを使った車が何台かあって、日産ローレルとか有名ですよね。ブタケツ、ブタケツローレルとか言ってね。で、あの80年代、まあ、ちょうど、ああいう車を現役で乗ってたのも81年。ぐらいかなと思って、僕はちょっとそこに興奮をしまして、ブタケツやーと思って、カルチャーで見えたのはそこぐらいですかね。あとはまあコメディアンというか人前に立つ仕事をする人が多く登場する作品だったので、スーツ姿の方多かったんですけど、結構ねスーツを見て年代を判別できることが多くて、まあしっかり80年代の前半、70年代の終わりって考えた方がいいんですかね。ぐらいのスーツやなーっていう見方はできましたね。ネクタイがちょっと太めだったりとか。もうちょっと時間が経つとネクタイを細く結ぶのが、流行りになってたりとか。あの、シティハンターとかおいしんぼとか。あの辺の時代ってなると、ネクタイを細く結ぶのが結構流行ったりしたんですけど、またあのジョーカーの時代ではネクタイは太めに。今に似たようなネクタイの結び方ですね。ネクタイ、アイテム自体の太さも結構当時と、今と当時では違ったんで、まあ、今よりより太く見えるんですけども、あ、これは80年代やなぁと思って。あとはウール製の、もうオールウールなんですよね。当時のフォーマルといえば。今でこそね、あの、つるんとしたポリエステルのスーツが主流だと思うんですけども、まだ当時は、全部ウールでいることが礼儀正しいみたいな。時代が変われば礼儀も変わるんで、そういう時代だったので、あ、スーツを見てもこう、あ、しっかりここは守ってるなぁ、みたいな。一番ほんで表現しやすいところなんでね、そこは力を入れたのかなっていう見方をしました。ただ、その、普通の街並みのシーンでの通行人とかのファッションに関しては、ちょっと苦言を呈したいな、って思いました。違うだろうって思いましたね。それジョーカーすごく、楽しめました。僕ありがとうございます。しゅんくんとても面白かったんで、なんかまた、まあ、さっき言ったバットマンとかね、でなんかこの間ほろ酔いラジオの生放送で映画見たことない人に勧めたい映画ベスト9みたいな作ってたんで、なんかそんなんも見ていけたらなぁと。僕シャイニングは名前知ってました。僕、シャイニングは名前知ってた、あの、こういうジャケットも見たことあります。シャイニングは名前は知ってます。どういう映画かは知りませんけど。なんかああいうのも見ていけたらなぁと思います。以上です。